南原市長南原市は大韓民国全羅北道の南東部にある市である。東は京商南道に、南は全羅南道に接する。小白山脈の西側の高原地帯に開けた盆地の町で縦川に沿って広がり、市街のすぐ北には高梁山がそびえている。また地理山への玄関口でもある。古くから要害の地として城郭や都市が置かれてきたほか、 るか伝の舞台としても知られる。南原市街地西川の郊外南原は、東は昇白山脈、西は不協山脈に囲まれた盆地で、東南には高い峰々は連なる地理、山国立公園がある。平野に町や農地が広がり、立川などの河川が流れている。これらの河川は、南へ流れ東、品海に注ぐ潜水の支流である。盆地の周囲は、雲峰有を中心に、 高原地帯となっている。南原市は、西は、忍術軍と、受賞軍、北は潮水軍、東は、京潮南道関陽軍と、道下東軍、南は、全羅南道国上軍と、同級霊軍に接する。年平均気温は12.3度で、山岳地帯の盆地にあるため、季節ごとの気温差は、大きく、1月の平均気温はマイナス1 4度に、下がり、 8月の平均気温は25.2度になる。また、降水量は1380.4ミ、mm、リメートルと多い。この地は、九だらの古竜軍に属していた。市の北に残る高陵山城は、九だらの時代に山の上に設けられた城石で、高さ6メートルの城壁が3キロメートル以上に渡って山中を回っている。九だらが滅ぼされた後の685年。 統一白木の新門王は、南原に吹くと、御承継の一つである、南原小町を築き、九だの古地支配の拠点の一つとした。以後この地方の中心として栄え、高麗時代の寺院、万福寺の後や、朝鮮王朝時代の1419年に建てられた、楼閣、高官道などが今日に残っている。また和光史上最大の戦場となった、1597年に起こった、 慶長の役の際には、南原城は、浮ッ田秀家率いる日本の左軍と名、朝鮮連合軍の戦いの舞台となった。8月13日から8月16日までの間、3300人の名、朝鮮連合軍と6000人の民衆が路上して5万6000人の浮ッ田軍と戦ったが、南原城は陥落支柱にいた兵や民は殺された。この際の犠牲者の遺廃を祀る。 万人に使かが、南原の北に残っている。現在の交換道は17世紀の再建である。南原は、朝鮮八道制の下では、全羅道に属し南原都語府が置かれ、1895年からの短期間施行された23府制においては、南原府の中心地となり、13道制の施行で、全羅南道の一部となった。1931年11月1日、 南原郡南原面は南原優に昇格。1981年7月1日に南原優は南原市に昇格して軍から分離。1994年12月26日には南原郡と南原市が統合されて現在に至っている。また1995年1月1日、旧南原郡の雲本面が雲宝優に昇格している。 南原市街地南原観光団地満腹寺市、高麗時代1046年から1083年にかけて築かれた仏教寺院の後、実装寺白木時代828年に築かれた禅寺、文読、慶長の役で消失したが再建、白木時代の石塔などがある、高官楼園市街の南に接する春家殿の舞台となった高官堂を中心とした庭園、 月の国の宮殿にちなんだ、交換楼、湖や橋があり、中国の東に浮かぶ三上山をかたどった庭園、湖の上に立つ楼閣、岩月には、遥かを祀る遥か車道などがある。南原観光団地交換楼園とは縦川を挟んで、南側に位置する公園、パンソリ公園を行い資料研究や保存を行う、国立民族国学院のほか、遥か殿をテーマにした、 観光施設や、広場、噴水などがある。パンソリと遥か伝韓国の伝統芸能、パンソリが盛んな土地であり、全羅道東部に伝わる流派、東便勢が伝承されている。また、遥か殿、京怖殿などの演目の舞台でもある。遥か殿にちなんだ観光イベント、南原遥か祭が5月に、全市を挙げて開催される。ありがとうございます。